はい、カメラマンの野村誠一です。ゴールデンウィークもあり、今日はですね、かなり、深い話をしてみたいと思います。自分が年商1億を超える、なぜ超えるようになったかで、その時の、テクニックというのは、まあ、例えばストロボ10台あったとしたら、10台とも全部、バラバラで、あのストロボだから安定しているというのは、これは間違いです。それとですね、あのフィルムの、1枚のそのモノクロのプリントを作るために、どれだけのカメラとどれだけのことを組み合わせてこう作ってきたか、それに対しても語っています。ライカモノクロームの良さがそれでどこにあるかっていうのも語っています。最後までちょっと長いですけど、お付き合いください。マイクがやっぱりないとね、ちょっと声がやっぱりちょっとダメだっていうので、でヨドバシ聞いたらこれ5万円のしかないと、3万円のはもうみんな売り切れちゃって、入ってくるとすぐ出ちゃうと、で1個しかないからどうしますかっていうから、じゃあもうぜひそれをっつって、まあ、家内に、ね、電話でやり取りしたんですけど、まあ結局買うことになって、まあ実際やってみるとね、やっぱり便利ですよね。やっぱこういうものはね、やっぱ離れてると声がちゃんと通ってるかどうかとか、いろいろね気にして、あのその辺のところがね、どうしてもこう声はあの大きくしないといけないみたいな感じになっちゃうと思うんですね。で今回はですね、あのライカの、M10 モノクロームですね。で自分は、まあ、昔からこうやってね、まあ、ライカなんかもこうアナログ時代のこう一眼レフのこうカメラとか、まあ、他にもライカも持ってるんですけど、であとはこの M8 ですね。で M8 ってこれね、だからこの間もまあこの話に触れたと思うんですけど、自分はねこれがもう14年前のカメラなんで全然思わなくて、まあいつもねなんか飾っておいて、で家内が出かける時にこれ持ってみればなんて言うんだけどね、使い方もちょっと面倒ですよね。だからどうしてもね、昔のライカのね、あのフィルム時代の、まあ、フィルム時代なんてね、下から開けてこう入れるもう作業だって大変な作業があったわけだけど、で自分はねそのまあ M8 YouTube をやって、まあそうなんだってこう思って、でその時にですね、そのモノクロームっていうね、そのカメラが出たっていうのを、まあちょっと知ったわけですよね。だからそのモノクロームのね、カメラが出たなんていうのは考えたらね、なんで今時ね、そのカラーの時代になったのにモノクロ、あえてモノクロってつけてね、それで M10 は確か2500万画素でしたかね、でこのモノクロームは4000万画素だったかな、まあ、詳しくちょっとね分かりませんけど、でも4000万画素で、やっぱりねそれに対してね、モノクロームってやっぱり名をつけてきたっていうところが、まあ、実際自分がこうなんていうのかな、そこに惹かれてね、でライカに電話したら、まあなんか久しぶりな感じだったんだけど、まあぜひねテストさせてほしいということで、まあ一回テストしましたよね。でやってみて、そのねモノクロのなんていうのかな、ハイライトからシャドウまでの階調がすごく豊かであるっていうことを、まあその時実感したわけですよね。でまあ、フォーカスの問題っていうのはもちろんあったの でフォーカスっていうのは今まではねどうしてもこうレンジファインダーだから、ここで合わせるしかなかったんですよね。だから合わないレンズはたまたまここに合うやつをこう、ね、なんかアダプターみたいなのくっつけたりとか、そういうレンズもあったりもするんだけど、まあ、それが結局ミラーレスになったということで、もう本当に簡単になったっていうかね。だからその自分的にはね、ミラーレスカメラで、あることはには違いないんだけど、まあ実際ね今撮ってるものは EOS R で撮ってるんだけど、結局基本的な原理は一緒だからね。もうだから絞り込んだままでも映像としてここで取り込んで、まあレンズ自体はもう絞られた状態になったわけですよね。一眼レフの 1DX っていうのは、まあ、シャッターが開いてるんですよね。で映す時だけシャッターが閉じて開く、閉じて開くっていう、こうなんて絞りがこう絞りバネがこう開閉する時間がもちろんあるわけですよね。でそれが
ミラーレスでになると絞りバネはもう閉じたまんま、その F 値に合わせて絞りバネがこう、まあ、閉じた状態で見てるっていうことだから、まあね、光学的になってるわけで、そこがちょっと違うと思うんだけど、だけどその自分がそのね、実際見てるそのボケ方とかっていうのも、もちろんそのねミラーレスだってそのね開いてみればいいんだけど、でもまあそこでそのね、ライカのこのじゃあ M10 だって同じ、まあ、手法っていうかね、同じやり方をしてるわけだけど、でも実際、まあ、自分が使ってみて、まあね簡単にじゃなくて何度も撮ってみて、まあ、思うことっていうのは、やっぱりそのライカの昔からのこのズミクロンですね、ズミクロンのレンズっていうのが昔からあった、そのこのレンズがこんなにもやっぱ性能高かったのかなっていうのが、このライカ M10 で撮ってみて、もうすごいこうなんていうのかな、思い知らされたっていうのかな、だからその質の高さっていうのかな、だから今のまあ自分のはね、まあその14年前のレンズだから、あの今の新しいね1個みんな100万ぐらいするレンズなんかだと、その違いっていうのはまたどのくらい違うんだろうと。でも実際ね、最初にそのレビューしたあの銀座で借りてやった時っていうのは、そういう高いレンズをつけてたわけだから、でもその違いっていうのを今そのなんていうのかな、モニターで見てみてもそんなに違いはないですね、本当に。でも実際そのこれっていうのは、まああのエルマリートなんだけど、これってこの一眼レフのに使ってたマクロレンズなんですよね。でマクロレンズに、まあ、こういうアダプターを取り付けて、まあ、使ってるわけだけど、で使ってみてこうね、アダプターがこういうふうに雲台がついてるんですよ。でこれね、あの1500円と1万8000円と5万円これライカだって5万円もするわけですよね。でヨドバシで聞いた時に、なんでそんな値段が違うんですかって聞いたらさ、向こうも説明できないわけだけど、まあ、中国製のその1500円のだって、まあ、全然いいと思いますよって話だったんだけど、まあ今こういう状態だから電話でオーダーして入り口でね、あの、まあ、買うっていうことなんで、まあ、手間取らしちゃいけないから、まあ、とにかくライカのそのじゃあ5万円乗りしますということで電話をして、こういうやつですね、これアダプターで、ここは後でこう取り付けてこう六角レンチでこうね止めてこうなってるんだけど、で実際これをまあ使って撮って、まあ家にねレンズがあるんだから使わない手はないなと思って、まあこれも実際こうやってみたんだけど、まあマクロレンズとしてはね、そのいろんなものが撮れるということはもう非常に大きいなと思って、でこれは絶対いいなと思ってでやってるんですよね。でこのまあね、前の前回の時に指摘あったようにレンズが赤く見えましたね、赤いフィルターがついてましたねっていうんだけど、これはこれがついてるのはなぜかこれ健康のUV がついてるんですよね、これ健康だから、もう自分がこの当時にだから何をしてたかってことは全然覚えてないんですよ。だからでこっちはライカの UV なんですよ。だからこう角度によって赤く見えたりするんじゃないですか、これね。だから赤いフィルターをつけてるんじゃないかっていう風な、まあ、指摘があったんだけど、実際はこれ違うんです、 UV なんですよね。後でこう詳しくその書きますけど、まあ、ここに書かれてるのは UVR って書いてあるんですね。だから完全な UV フィルターなんですけど、まあ、ライカだからなんか特殊なね、こうなんかオレンジにこうね、こう見ててわかるでしょ、こうねこう角度によって赤く見えたりすると思うんですよ。だから赤いフィルターをつけてると思うんだけど、まあ、カラーの撮るカメラだからその赤いフィルターってことはありえないので、まあ、まあそこでなんかね大きな違いはあるんだろうと。で それもライカにちょっと聞いたんだけど、まあ UV でもモノクロだから
UV フィルターでも問題ないでしょうってことだったんですけど、でこれはコンタックスのですよね。でさっき言ったこれなんと1500円なんですよ。1500円で5万円の違い。じゃあこう触ってみた感じですよ。1500円って聞いたら、え、1500円で大丈夫なんですかって言ったんですよ。でも実際見たらもうすごいしっかり作られてるし、どこが違うのかなぐらいな感じにしっかり作られてます。もう全然こうなんていうのかな、これを見て1500円なんてとても思えないです。だから1万9000円っていうのが日本製らしいんだけど、日本製が先に出て3年ぐらい前出たのかな。だからでその後にこれが出てきた。だから後発だから今度一気に1500円でこう出てきてきて、今は何のやつでもまあ出てると思うんだけどね。でこれ K&F ってとこですね。 K&F コンセプトって書いてありますね。だからそのまあこれをまあつけることによって、まあこのレンズが生きてきて、これゾナーなんですけど、ね、でこれはまだちょっとゾナーは撮ってないんですけど、まあ、135mm だからあんまりね、ライカで 135mm ってあんまりこう自分では撮ったことないし、まあ、まだ1回もテストしてないから正直言ってね。でフィルム時代でもその135っていうのはあんまり使ったことないから、だから、まあ、今回ね、まあ、この後また1回テストしようと思ってるんだけど、とにかくその今まで その使った感想ですね。で感想でいくと、結局このレンズに合わせて使い方としてはレンズに合わせてピントリングをちょっとこうちょっと触れるとですね、中でこのビューファインダーで拡大されるようになってるんですよ。だからその拡大ができる良さが、だからこのこういうふうに見てて分かりますかね。こうなってってるものがちょっと動かすと、ピントリングを動かすとクローズアップにビッと変わるんですよ。それで結局ね、これもそうなんですよね。でそのピント合わせるときにやっぱりどうしてもね、ここの後ろのビューファインダーでピント合わせることももちろん可能ですよ。ここで見てピント合わせてやるってことは必要なんだけど、やっぱりその視度補正、これが視度補正なんです。これ視度補正リングですね。で視度補正リングを回すことによって、さらにこうなんていうのかな、ピントがこう見やすく精度が高くなるっていう意味では、やっぱこのビューファインダーっていうのが、これやっぱすごく必要だと思ったんです。これでこれなんか7万円もするらしいんだけど、でもまあ見た目の格好はこれでいいんだけど、実際このビューファインダーっていうのがやっぱり実際まあ同時に買ったんですけど、でもこのビューファインダーっていうのがやっぱりすごい便利ですね。こう覗いてピント合わせるときに、やっぱりこう本当に一眼レフみたいに、まあ当然中はね画像なんだけど、でもすごいピント精度が高く、まあはっきりとこうなんていうのかな、見えるから、後ろのそのモニターで見てる時よりもはるかにいいですね。比べた時ですね、このだから M8 と、モノクロニ時に比べた時ですね、 M8 と、まあ、キャノンもそうですけど、キャノンともモノクロニした時とその同じ階調を比べた時に、こう何回か撮ってみて思ったことは、もう全く別物ですね。それでですね、使った感想ですね、そのまあこのM10 モノクロームですか、これ実際その銀座で最初テストした時に、まあ、あの暗いあの光の谷間であれだけコントラストが出る、だからまあ当然あの場所も知っていたのでね、コントラストっていう意味では、まあ、ポルシェのボンネットで映り込みを入れることによって、まあ、輝きを出そうということでやったんだけど、まあその時のレンズが何だったかちょっと覚えてないんだけど、 50mm だったと思うんだけど、新しいレンズかどうかっていうのは本当分かっ、まあ当然新しいレンズだと思うんですよね。だから自分みたいにこう14年前のレンズではないと思うんだけど、だから実際このね、
使ってみて思ったのが、やっぱりこうズミクロンとこのモノクロームですか、このカメラのこの相性っていうのがすごくいいんだなって。でこんなちっちゃいレンズなのに解像度がめちゃくちゃ高い。だからその実際そのねモノクロームで撮って、このカメラで撮ってみて初めてね、その解像度の高さで、あとモノクロームっていう歌ったそのねライカがモノクロ専用機であるっていうこと、でそれを考えたらやっぱりその意味がこう分かってくるっていうのかな、だんだん撮ってるうちにね。だからなんでそんなモノクロ専用機の必要があったのかと、変換するソフトがある時代でね、こんな時代なのに。だけど実際ライトルームでこう見てみると、やっぱりそのハイライトからシャドウで、シャドウ側に行くと真っ黒に締まるところから、だから一見こう真っ黒に見えるところあるんですよ。真っ黒くなってるんだけど、こう上げて明るさを明るくしていくと、暗いところからふわーってこう像が浮かんでいくんですね。あれがやっぱすごい。だから普通はもうね、暗くシャドウになってるところからその明るくしてもほとんど画像って出てこないんだけど、乱れもせずにぐーっとこう出てくるんですよ。だから自分がこう表現したい、どこでここを区切るかっていうところの、まあ、ところをライトルームでこう、まあ、設定をして考えていくと、そのシャドウが自分でコントロールしやすいですね。だからハイライトからで、最初その、まあ、銀座の人の説明を受けると、まあ、ハイライトがどうしても飛びやすいということを言われてたの で自分はマイナス1EV だから、設定はオートなんですよね。その設定っていうか ISO だけね、 ISO だけオートにして、あとシャッタースピードはまあ向こうの説明だと125分の1以下で切ると、まあ、ちょっとカメラブレが起きるかもしれないと。だからそれが M8 とちょっと違いで、ちょっとカメラブレを感じるというのは、自分が昔ね、だからEOS じゃない 5D かな、 5D の5500万画素だったかな、あれをそのテストした時に三脚つけてもなんかね、なんかこうブレてるような感じがするんですよ。でそれはやっぱり画素数が大きいことから来る、結果的に何て言うのかな、致命的なとこはそこにあったと思うんですよね。だからそのカメラも売れなくてすごい値段が下がっちゃってね、EOS5D かな、 5DR っていうんだっけ、忘れました。ちょっと5000万画素のまあものがあったんだけど、まあ、それが結局まあ5カメラブレを感じるから、結局 5D マーク4の方が結局3500万画素ぐらいの方が結局使いやすかったってことですよね。だから5000万画素のやつっていうのはもうどうやってもカメラブレっぽく見えて、まあ、自分はもうテストした感じではもうその5000万画素のその恩恵っていうのはもう全く感じなかったので、まあこれどうなのかなと。こんなに画素数が大きくてもう全く意味をなさないっていう感じが自分的にありました。だからその 5D の、まあ、3500万画素っていうのは気に入ってね、でそれは購入して使ってきたんだけど、まあ今ここへ来てね、 Mark III が出てきてセンサーの良さを考えていったら、まあ、自分的にはですよ、自分はモデルの、まあ、仕事が多いから、タレントさん撮ったりする仕事がもうメインだから、でそこで考えるとやっぱりね、マーク3、もうマーク3で必要ないですよ他のカメラは。自分的にはですよ、だってピント精度は高いしセンサーの高さはあるし、だ自分が前から言ってるようにね、週刊誌だとかポスターぐらいでも全然平気です。だから自分は昔ネスカフェのコマーシャルで B 倍版のポスターやったのなんて、これの前の 1DX マーク2かマーク1だった頃のにそのデジタルカメラで B 倍版で液張りなんかもバーってやったんだけど、それなんかね全然問題ないわけだから。そうするとね、まあ途中ね、当然高画素っていうのはメリットありますよ、もちろん。だけどそれで結局ね、そのまあここにもねもちろんあるんだけど、そのマーク3ね、マーク3でこうやって考えた時に、自分がじゃあなぜそのマーク3
ていうのを、まあ、自分で推奨してね、確かに大きいですよ、大きくて重い、重いんだけど自分の場合はもう昔だってね、400ミリの望遠つけて、モナコグランプリなんか400ミリをこうやって持ってブワーってこう流し撮りしてたんだから、考えたらね、あの頃は体力あったんだろうなと思ったんだけど、でも今でも結局もうこの重さに慣れてるから、重いっていう感覚っていうのはもう撮影中なんか一切感じないですよ。なぜかって言ったら撮ることに熱中してるから、結局これは重いなーなんて思って過ごしてる一日なんてゼロだから、はっきり言ってゼロですよ。でカメラが重たいなんて思ったこと一回もないですよ。だってそんなこと言ったらね、まあこれなんかだから、まあ、シャッターなんかでいけばこのやっぱり速度はやっぱすごいと思いますよ。それでこの速度でこう人物を追いかけてね、例えば動きの速いものでもこうガーッと撮りながらグーッと行く時っていうのは、もしこれが軽かったらですよ、軽かったらフラフラすると思うんですよ。こうやってもう自分が、だからよくこうね、出前持ちだとそうじゃないですか、重たいものがあるからガタガタしないですよ。あれいくらバネがあってね、なってても重たいから、その重さが慣性の法則で元の位置にいようとするから、これだって重たいから動かないですよ、こうやって。だからこの速度でこう追いかけていくんですよ、モデルさんが走っていくのをバーッと追いかけていくんですよ。でこうやって撮ってたってフォーカスとその動きっていうのは完璧だし、でこのやっぱりシャッタースピードの速さがモデルさんをこう受け止めるこう力になってるわけですよね。今ちょうどだからちょうどね、まあ今週発売の週刊ポストで出てますけど、それなんかもそうですよね。だからその光をうまく捉えることによって、ね、暗い室内でも全然撮れるわけですよね。で昔はよくね、もう、まあ、当然スタジオだったらね、スタジオの撮影が多い時はもうストロボで撮るわけだけど、でもストロボの時代なんていうのは、まあ、とにかくその光を安定させるためにじゃあどういうことしてたかって言ったら、結局色温度を全部ストロボなんていうのはスタジオにあるストロボでも、で同じメーカーの同じものを揃えたって全部色が違うんですよ。5700もあれば5200しかないものもあれば4000台のものもあるわけですよ。でそれは当然スタジオでたくさん、ね、仕入れるから、そのストロボによって、だからメーカーが同じだから同じ色なんてことはないんですよ。だから自分の持ってるストロボだって色が全然違うし、だからその色を一定にするためにはじゃあどうするかって言ったら、昔は全部そのフィルターを使って、それで全部色温度メーターで測って、ストロボのメーターをこうなんていうのかな、色温度全部合わせていくんですよ。で合わせていって、合わせが終わってからライティングをセットするってことをやったんですよ。で最終的に全部の光が合ってる時にピタッと一致しないとダメだと。でそれはなぜそこまで徹底してたかって言ったら、フィルムだったからですよ。でフィルムの時代はやっぱりその色によってものすごく左右されるので、だ自分のまあなんていうのかな、スタジオライティングなんていうのは、自分のスタジオライティングなんていうのはね、まずスタジオに入る前に全部スタジオさんに指示しておくんですよ。野村が入りますって。でその時はどうするかって言ったら、もう全部スタジオの周り黒布で全部覆っちゃうんですよ。上も下も全部覆って、そこからホリゾントをこう垂らして、でさっき言ったように光を一定にするんですよ。でなぜかって言ったら、そのやっぱりスタジオのね、反射だったり、ね、気油化だったりすれば気油化の色が出てくるわけだから、でそれをなくすために全部黒で覆って、光をまず遮って、いろんな余分な色を入れないってことをやってたんですよ。だからまあ、黒布でこう包まれたところがあって、そこにストロボを設置して、さっき言ったようにストロボを全部一台一台全部その色温度を測って全部一定にするから色が綺麗だったんですよ。だから野村さんの撮る肌色ってすごい綺麗ですねって。それは綺麗ですよね。だって全部のストロボを全部一定にするんだから。だから色フィルターなんてもういつも持ってって、その
光源用のフィルターっていうのも全部はめて細く切ったりだからして、青いのもあれば赤いのもあれば、高すぎるのは低くしなきゃいけない。でそれを全部一定に保ってたんです。で今はもうデジタルだからその、まあ、できるんだけど、でも自分の場合はあんまりその色温度をオートで取ることはないんですよね。必ず自分で色温度やって、だいたい自分の色温度だとすると、まあ、撮影するときはだいたい4800から4900ぐらいに設定するんですよ。でそれが一番こう肌がこうなんか自然に見えるというふうに自分で思ってるから、まあ、そこで安定してこう出そうとしてる。もちろんそれ一定じゃないですよ、全部じゃなく、もちろんその夕日だったり太陽が強かったり海辺だったりするときはもちろん色温度をそれに応じて変えて自分でやっていくんだけど、で結局ね、まあそのモノクロのことに返ってくるとすると、で自分はやっぱり写真はね基本はモノクロだと思ってるんですよ。なんで基本はモノクロかって言ったら、当然ね皆さんも、まあ皆さんっていうかね、若い方はねもうフィルムの現像なんてもう本当にやったこともないし、フィルムカメラそのものに触れる人もいないと思うんだけど、自分の時っていうのはもう50年も前だから、とにかくフィルムをまずモノクロを入れて、それでモノクロを自分で現像して、現像液によっても光調難調っていうのが生まれてくるわけだから、だから当然50年、50年ったらもうすごい前ですよね、もう半世紀だから。でその時にフィルムは何を使うか、ね、フィルムは何を使うか、現像液は何で現像するか、で自分の場合は当時はそのミクロファインっていうのがあって、あとD76 っていうのが、まあ、有名なトライアックスの現像液だったんですよ。古ければ古いほどいいと、あの蕎麦屋のタレみたいなもんで古ければ古いほどいいんだって言われてたけど、まあ、自分は D76 でやるとどうしてもなんか粒子が荒れてしまうので、だからあんまりこう自分は人物が中心だから、どうしてもそのなんていうのフィルムとしてのそのなんていうの状態をいい状態を保つためには、まあ、向かなかったので、まあ、最終的に、まあ、自分はプラス X ってフィルムを使うようになったんですよ。で最初は富士のフィルムもネオパンダとかいろいろ使ってたんだけど、最終的にプラス X のフィルムをコダックのプラス X を使うことになったのは、結局その考え方があったわけですよね。でその考え方って何かって言ったら、プラス X っていうのは、まあ、皆さんご存知の方もいると思うね、いないがあると思うんだけど、まあ、ちょっとこうデジタルに関係してくる話なのでちょっと聞いてもらいたいんだけど、結局ねプラス X っていうフィルムは硬いフィルムなんですよ。好調なフィルムだった。で好調なフィルムなのをわざわざじゃあなぜ使っていたかって言ったら、好調なフィルムを原管現像することによって、原管っていうのはだから露出をオーバーめに取っておいて、後でその、まあ、原管現像するんですよね。だから現像を早めに上げるってことですよ、原管するってことは。だから普通現像時間が10分から15分ぐらい、あ13分ぐらいだったかな、それを例えば7分ぐらいで上げればその分だけその早くなるんだけど、ムラになりやすいんだけど、まあ、そのためにそういう原管現像をしてやることによって、わざわざその好調なフィルムを軟調にすることですよね。軟調にすることによって流浄性も良くなってバランスが良くなるんですよ。それで自分はその肌にぴったり合ってたっていう。でそのぴったり合ってたっていうのが、じゃあでプラス X をじゃあ使ってね、でそのプラス X と相性が良かったっていうカメラがこのハッセルブラッドなんですよ。ハッセルブラッドのこのディスタゴンの 40mm ですね。でネットには50って書いちゃったけど40でしたね。でこの 40mm のこのディスタゴンです。これすごいでしょ、名前もすごいでしょ、ディスタゴン。でこれはもうねモータードライブの、ハッセルなんで、この自体はもう動きませんけど、結局まあこうやって使ってたんだけど、ここにまあ指導補正レンズをつけてペンタプリズムをつけて、まあ、使ってたけど、昔はだからこれでモーターでワインダーでこう回しながらどんどん撮ってたんですね。だからこういうのも何台もこう所有してたんだけど、でそのディスタゴンで撮ることによってその味が出たんですよ。だから必ずそのね海外でも
普通は3号で撮るんだけど、モノクロを撮る時っていうのはそのこのハッセルのこのセットを持って行って、でモノクロを撮ってやってたんですよ。だから今回のね、僕のなんていうのかな、YouTube の中に入れた意識さえちゃんのがあるんだけど、あれなんかほとんどこのディスタゴン50で撮ってるんですよね。テッサーのやつで撮ったりもしてるんだけど、でもねこんなレンズですよ。だってこんなのつけてたわけだから、どうですかこのでかさ。こんな重たいくってしょうがないですよ。これなんかもう三脚なんかはできないですよ。これもそうですよね。もう自分で気に入ってるからこうやって持ってるわけだけどね、これだってすごいレンズですよ。これテレテッサーですよね。これでかいですよ。これほら、これ多分昔だったら相当高かったと思うんですよね。これで多分これだって相当高かったんじゃないかな。200万はしたかどうかちょっと忘れちゃったけど、まあとにかくもうカメラが高くて高くてしょうがない時代に、でも自分はこう人に何ていうの、中古で売買したりしてないからこう持ってるわけですよね。だから前のやつも、あもしかしたらライカで使えるからもしれないと思ったからね、これで今回のモノクロームでもこうやってゾナーがこう出てきて使えたりとかするわけじゃないですか。だから持ってるから、あそういえばあったなとか思って、こう倉庫から出してくると使えるわけですよね。じゃあもう一回この M10 モノクロームに、じゃあ話が長くなったと思うんだけど、じゃあその なぜそのね M10 モノクロームがいいかっていう、その自分の言い方をねここですると思うのは、この意味を持ってるわけですよ。だからそのわざわざ硬いフィルムを軟調にして、でなおかつこのディスタゴンのこのレンズじゃなきゃいけないと思って、このわざわざハッセルブラッドを持って海外行ってモノクロも撮ってた、水着の時でも撮ったんですよ。だからその必ずそのやっていたその流れっていうのかな、で今になってみればこのライカ M10 モノクロームがもうその流れを組んでると思った。だから実際そのね、自分はこの撮ったやつを現像して今まで何回かテストして思ったことは、やっぱすごいなと、本当すごいと思いましたよこれ。だから久しぶりにね、こうなんていうのかな、デジタルの中でフィルムのなんていうのかな、この感じがすごい出てるっていうの、それで A3 に伸ばしてみたって、もう伸ばせば伸ばすほど良さが出てくるから、これこそね大伸ばしにしてね、やっぱり個展の会場とかでね、もう本当横10メートルぐらいの大きさで見せたいぐらいですよ。だからそのぐらいこうなんか良さがありますね。だからそのハッセルブラッドの持ってるこのモノクロの良さっていうのが、なんか20数年ぶりぐらいに自分の中にもう一回帰ってきたみたいな感じなんですよ。だからそのM10 モノクロームっていう、モノクロームっていう名前ばかりじゃなくて、だから画素数戦争とかそういうことじゃなくて、だから4000万画素の意味っていうのも、もしかしたらそのね5000万画素ぐらいに行ってしまうと、まあカメラブレをしたりいろんなことが問題がある、なんかそういったこともあるんだろうと思って、でも4000万画素だから125分の1かでだとブレちゃいますよっていう話も聞いた時に、そうかって、でもそんなことしたらね、その ISO が高くなって粒子が荒れるんじゃないかって思って、で実際まあ自分は撮ってみて、まあ ISO をオートにするわけですよね。 ISO をオートにしてシャッタースピード500分の1に自分は設定してるんだけど、でそれで撮るとカメラブレはないし、暗いとこで撮っても F8 とか11とか絞っても開放でも全然そのなんていうのかな、その粒子を感じないっていうのかな、だからそのISO によってその画面が崩れたりとか、そういうデータが崩れるっていうことはないですね。だから実際その光をちゃんと浴びてる、この間 その、まあ、テストで皆さんご覧になった人いると思うんだけど、そのテストでこう見てみるとやっぱりその凄さは分かりますよね。でその中でも、まあ、実際このこれですね、エルマリート、このマクロ、これはやっぱこれと、まあこっちはちょっと大きいですよね、レンズがね。でこんなちっちゃいレンズ、じゃあどっちがいいかって言ったら、自分的には
このやっぱりライカ専用のこのズミクロンにはやっぱかなわないと思った。だからレンズっていうのはね、こういう大きいレンズもあるわけだけど、もちろんそれは望遠だから仕方ない部分もあるんだけど、だけどそうやって考えた時にやっぱりレンズってだから口径がでかければいいってことじゃないなって。で最近はね、そのライカ用のレンズでも 1.2 なんていうのが出てきてるわけじゃないですか。ね、これだってもう14年前で F2 を誇っていたわけだから、ね、日本のレンズがだいたいズームが2発だとも考えれば F2 で出てきて、だけどこれねレンジファインダーだからF2 なんつったらピント合わせんだって大丈夫かなと思うぐらい。でもちゃんとレンジファインダーで、だからこのマクロモノクローム、これはライカ M10 モノクロームはですね、結局合わせ方としてレンジファインダーで合わせて、後ろのそのモニターで合わせて、とにかくビューファインダーで合わせられる、こう 3種類の合わせ方が存在してるわけですよね。だから自分的にはちょっと暗い場所に行った時ちょっと見にくいなと思ったらレンジファインダーで合わせて撮れば、結局その ISO が1万以上上がっても平気だっていうから、まあそれはすごいことだなと思って、それで結局ね、最終的に自分がこのすごいなっていう感じるところっていうのはやっぱ暗いところでも全然平気ですよね。だからその暗いところでもこの表現する力っていうのかな、だからまあこんなこの小さいカメラの中によくそれだけのものが入り込んでるなと。だ当然そのキヤノンの Mark III だってね、この間も言ったようにその暗い室内で開放で撮ってもピントはジャストで来るっていうことを考えていったらそれはもうすごいと思うんですよね。だけどモノクロの質感のことを言ってるんであって、ハッセルブラッドのこのやっぱりこのシステムで今さっき言った現像とかいろんなことを考えて一つのプリントを構成して自分の気に入るプリントを作っていた。でそのプリントの良さなんて今でも残ってるけど、もう実に素晴らしいプリントですよね。だからその良さっていうのをそれだけのいろんなことを、ね、さっき言ったいろんなことの組み合わせをして一枚の絵を作ることを考えた時に、これってデジタルでやってのけちゃうってことですよ。だからデジタルでその良さがこんな小さいカメラの中でもうこれだけ今までやってきたことが、ね、かなり苦労してきたことが写真表現の中でこれ出ちゃうってこと。だから自分はねそこがすごいカメラだなってこう思ってます。だからね皆さんがねこれからその購入を考えてる方がいる、もちろん高いからねそんな簡単に、はい、じゃあ買ってどうぞなんていうカメラじゃないと思うんですよね。こうビューファインダーも入れたら120万近い、120万までいかなかったかな。だから そんな高いカメラなんだからやっぱりその簡単じゃないと思うから、ただそのもしねどうしてもその考えててこう悩んでる人いたとしたら、もう絶対そのなんていうのかな、この質感は保証しますよね。だから、まあ、もちろんレンズを買わなきゃいけないっていうね、だからこのレンズによってこう当然描写が変わってくるわけだから、そうすると、ね、ズミクロンだとかこういうレンズを購入しなきゃいけないとなると、やっぱりね200万近くはやっぱかかってしまうのかなって。でもカメラってやっぱりそれだけ高いもんだからね、もともとそのなんていうの、そんな安いカメラって昔からないから、昔のそのライカなんてね、俺が50年ぐらい前だからやってカメラマン目指している頃なんて、昔はそのライカで家が一軒建つなんて時代だったっていうんだからね。で今だってこの値段で車が買えるわけだからね、日本車が車買えてしまうわけだから、そうやって考えたらこんな小さいものにそんな日本車が買えるぐらいのものが入ってるんだなってこう思ったらね。でも今買っても、だから自分が言ったようにね、ライカ M8 が今から14年前ですよね、いまだにこう古さを感じないじゃないですか。これですもんね、全く古さ感じないですよ。これ見るとどっちも大きさ同じだし、古さなんかこっちはちょっと大きいかな比べるとね。あーでも同じだな、同じ大きさですね、これ同じですね。
ライカこの M10 の方がそうですね、これ皆さん見てわかると思うんだけど若干薄いですよね。若干薄い、若干ね、これだけ薄いですよね。だから結局そうやって考えた時にこれが14年前、全然古さ感じないですよね。で今度は M10 モノクロームになったとしたらすごくこうシンプルで、もうライカっていう文字も消えて、でこのビューファインダーのところをこうはめてしまうと、ここにまあ後でね見せますけど、ここにあの M10 モノクロームって入ってるんだけど、あとは入ってないからね。それでこの便利さっていうのは、レンズを他のつけた時に結局まあこれを合わせるとピントがこうずれる、あの合わせがこうしやすくなるんだけど、ここにボタンがあるんですよ。ここですね。このボタンを押すと結局ピントが拡大されるから、あの他のレンズを使った時にあのここに手がこういってて、こういうふうにホールドしててキュッとこう押せばピント合わせができる。それでこのモニターがあるじゃないですか、ね、このモニターの中心部だから自分がピント合わせたいところ、だからそこは一緒ですね、キヤノンなんかとね。いくらでもそのまあピント合わせが楽にできるってことですね。だからここで動きますね。あとこのだからここに手で触っても、指で触ってもよくて、あとはここでまあ調整をすると、だから覗いてこうですね、覗いてここで自分が合わせたいところに、そこに合わせれば、これでだから中で動かす、ここはだからちょっとキヤノンの中と似てると思うんですよね。だからまあ便利なところ、ここでピントがちゃんと合わせられる、押すと中にプラスの字が出てくるから、でそこで自分がどこにピント合わせたいか、合わせたいところに、まあ、このボタンですね、このボタンを押すと中で拡大されるから、拡大されたところでピント合わせて、それで半押しするとまた全体が戻るんですよ。だからその撮影の仕方もほとんどもうミラーレスの、まあ、カメラともう全然変わらないですよね。まあもちろんこれがミラーレスだからなんだけど、だからそのライカの M10 でありながら、そのレンジファインダーもの良さもあるんだけど、まあ実際このまあ自分的にはこれがね7万ぐらいするらしいんだけど、これを買わないとまあちょっと使いにくいかなって気がしますね。これを買えばこのカメラが一気に使いやすくなるので、まあ、皆さんもね、もしその購入を検討している人がいれば、このやっぱりビューファインダー上からもこうねアングルでこう見れるわけだから、だからこういうことも考えながらやるとそのいいですね。だから撮影に関しては非常にいいですね。で音ですね、シャッター音がこういう音です。どうですか、こんな音ですね。で M8 の音ですね、 M8 の音っていうのがこれが M8 の音です。ちょっとね音がね、ちょっとなんか変な、そこよりは音が静かになってる。これ M8 の音ですね。でこれがハッセルブラッドの音です。ハッセルブラッドっていうのはね、もうとにかく音が好きで、でこの肌触り、このデザインがもうたまんなく良くてね、やっぱこうやってパンってやって、こうやって見てる姿がもうたまんなく良くてね、まあどれだけその憧れたかね。でこれが音が、こういう音ですね。これがハッセルブラッドの音です。この音はもうたまんなくいいですよね。これはいい音ですよね。
ね、これがいい音ですよね。でキャノンになるとこれがだからね、今一番、まあ、自分的にはすごくいい。確かにね、重量感はもうググって、もう他と比べると重量感がずしっとくるから。でも逆に言えば重量感があるから脇を締めてって、脇を締めて構えるからっていうことを考えてったらね、こんだけ音するわけじゃないですか。だからやっぱりそのカメラっていうのはそれぞれの良さがね、全部こうあるわけだからね。だからそうやって考えたら、やっぱりこのね、今回のレビューでこのね、ライカ M10 モノクローム、これはもう本当に質が高いです。でもう画質も素晴らしい。もうフォーカスなんてもうビビッとくるし、まあ、家内見せたんだけど、見てこれってプリント見せたら、ああすごいねって家内も軽く言うんだけど、でも本当綺麗ですよ。だから家内がやっぱりね、見て、家内が見てやっぱりこのライカモノクロームの映像っていうのはモニターで見てやっぱり綺麗だねっていうぐらいだから、やっぱりね、普通の人が見てもやっぱり綺麗さわかるっていうか。だからモノクロの中に別に色をつけるね、後でそのカラーできるじゃないですか、色を入れたりとか。だけどその色を入れる必要がもう全然なくて、そのなんていうの、このモノクロの中に色があるっていうのかな。だから暗くなってた、あ、黒は真っ暗になっちゃったと思うんだけど、真っ暗になっちゃったと思うところが、ライトルームでじゃあそこのシャドウ部を上げるってなって、グッと上げるとグーッと上がってくるんですよ。上がってきてシャドウに見えなかったところまで明るくできる。だからどういうふうにシャドウ部を演出するかっていうのも、ライトルームの中でそれが可能な、まあなんていうのかな、画質がこの中に入ってることも間違いないですね。だから潰れることがないから、普通だったらね、シャドウ部のとか明るくしてもなんかこうね、ノイジーな感じになっちゃうんだけど、それがないんですよ。グーッと上がってくるんですよ。だからその良さがあると思うんですね。またね、次の時にまたお会いしましょう。今日はね、長々とありがとうございました。皆さんね、こんな事態ですけど、まあゴールデンウィークをですね、自宅でカメラを触りながら過ごしてください。長々とありがとうございました。またチャンネル登録もよろしくお願いします。またコメントもね、たくさんいただけて、いろんな意見をいただけたら、それに対してまたいろいろ答えていけると思うので、またよろしくお願いします。今日は長々とありがとうございました。またお会いしましょう。